はい、皆さんおはようございます。ジョイゼロさんです。今日のメスイラーツは神山草、松島です。はい、というわけで神山草向かってるわけなんですけれども、そちらにですね、宝の幸せの水と書いて、方向水かな、読み方ちょっと分かんないんですけども、そんな湧き水があるらしいんです。でそこはなんかなかなか美味しいということなので、あと天草に湧き水っていうのもですね、なかなか珍しいなと思って、ちょっとそちらで、ラーメン作って食べようと思います。楽しみですね。神山草、まあ、なんか天草もそうですけどね、まあ、湧き水がないわけじゃないとは思いますけど、そういうところがあるっていうのがですね、僕調べてて初めて知ったんで、そこ本当行っていきます。気づいてる方は気づいてるかと思いますけれども、日本鳥です。釣りには行きません。おー、電車だ電車。あんまり見ないんですよね電車。気づいてくれるかな。あ、鳴らしてくれた。俺に対して鳴らしたのか、踏切に対して鳴らしたのか分かんないけど、なんか鳴らしてくれた。あ、鳴らしてくれたと思う。ちょっと嬉しいから。はい、神山草回ってきました。今日は大潮ですね。結構潮も高いですね。お、釣りしてらっしゃいますね。朝と比べてだいぶ日が出てきて暖かくなってきました。それでも寒いんですけど。さてと、カップ麺を仕込まないといけません。いつも行くですね、山本釣り具の隣にローソンがあったんで、あそこに行きましょう。しょ、はい、ローソン着きました。ここでカップ麺買っていきましょう。何気にですね、この後僕また天草来るかもしれないですよね。夜デラーズフリートの皆さんと釣りに行く約束をしてるもんで、ひょっとしたら今日あと1回このローソン来るかもな。はい、無事、ラーメンもゲットしたので、水源の方へ行こうと思います。どんなとこなんだろうな。松島入って結構すぐの山なんですよね。いやー楽しみだ。うわー、いい天気。いやー、これで気温が一桁っていうのがですね、なければですね、本当にいいツーリング日和なんだけどなー。うわー綺麗。気温一桁なんだよねー。いい景色なんだけど。はい、松島入ってきました。こっからどう行くんだろう。有料道路行けって言ってますけど、そんなまっぴらごめんです。だってあと5分10分ぐらいで着くんですよね。なんでそんなことのために有料道路しか払わないといけねえのかと。多分こっちからでもそんな変わんないんですよ。有料道路行った方が早かったかな。こんなくねくね曲がってたっけ。はい、今国道324号線ですね、地中インターを過ぎたあたりなんですけれども、ここから左に入っていくというとこです。多分皆さん、来てる人たちは大体場所わかると思いますけど、熊本県道290号線ですね。確かですね、今日行く水源なんか県道沿いにあるみたいなことをちらっと見たんで、この道沿いにあるとは思うんですけれども、果たしてどうだろうか。よしよしよし、結構なカーブだ。よいしょよいしょ、いへい、ハグオンハグオン。いやしかしいい天気になった。これで本当に風さえ冷たくなければいいんだけど、手先が冷たい、足先も冷たい。
はい、だいぶ上がってきましたって言ってもあそこから多分数分ぐらいだな。で、なかなか景色いいとこですけど、この左側になんかあるって、ナビが言いました。どの辺だろう、目的地左側。さっき 400m って言ったからこの辺じゃねえかな。あ、ここだ。あー、行き過ぎた行き過ぎた。よし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 。こちらですね、名水百選宝光水かな。あ、認定証とかなんかいろいろある。よしよしよし、じゃあちょっと汲んで飲んでいろいろしましょう。はい、というわけで、名水百選宝光水、宝光水ですね。石箱もあります。神様とかも祀られてますね。認定証まであるんですね。ほら、結構有名なとこなんですかね。じゃあ早速飲んでみましょう。よいしょ。はい、じゃあいただきます。あったけあったけで、なんかまろやかっす。なんていうんだろう、軟水硬水ともなんか違う、なんかまろやかさがありますね。これ美味しいです。美味しかった。今日のラーメンは北海道ミルクシーフードです。頭に、あら、はい、サンプルしましたのでいただきたいと思います。果たしてどんな味なのか。意外とうまいです。本当にあのミルクとシーフードヌードルという感じですね。ちょっとゲテモノ系というかイカモノ系かと思ったけど意外と美味しいです。はい、というわけで神山草宝光水での、名水ラー2でした。いや、美味しかったです。お水も美味しかったし、ミルクシーフードもですね、なかなか美味しかったですね。これちょっとレパートリーに加えたいぐらいですね。まあ季節限定商品でしょうけれども美味しかったです。でですね、天気も良くてですね、道も良くてですね、非常に大満足の、ラー2でした。もうちょっとあったかければもっと良かったんですけれども、まあそれはもう季節柄しょうがない。はい、これでですね、名水ラー2神山草編1回しかしてませんけどこれで終了です。他ちょっと良さそうな、湧き水がまたあったらまた行こうと思います。まだですね、行きたい行きたいって言いつつ行けてないところがまだ何箇所かあるんでですね、道が凍らなければ、また行こうかと思いますと言いつつ明日も予定してるんですけどね。はい、というわけで本日の動画はこの辺りで終了となります。また次の動画でお会いいたしましょう。とっとっとっと、ではー。